アテナイ人の国政とは、古代ギリシアの哲学者アリストテレスによって書かれた、アテナイの政治史及び政治制度に関する書。古来から、その存在が伝えられ様々に引用されてきたアリストテレス等が、ギリシアの核ポリスや周辺移民族の国政の歴史を158編の書籍にまとめた国政史の中の一編であり、その筆頭かつ中心をなす書物。古代。 中世の学者による国政史の引用は200を超えるが、その中でアテナイ人の国政は90余りを数えるなど圧倒的に多い。歴史の過程で散逸してしまっていたが、1890年にエジプトから1世紀末 -2 世紀初頭のパピルス写本が発見され、それを大英博物館が入手。1891年初頭にはフレデリック・ジン・ケニオンによる 復元、工程本が発行された。原写本に小説の区切りはないが、ケニオン等工程者によって、便宜的に復元部は、全69章に分けられている。第1章第41章は、歴史的経緯を、第42章第69章は、当時の制度の具体的内容を記述している。ありがとうございます。